これもね、曲は知ってるかもしれないけど、グループはよくわからないかもしれない。またか。ございます。はい、用意しといて。お願いします。かっこいいな。かっこいいんじゃない？普通に。好きさ。あ、好きさ。好きさ。忘れられないよ。それは紹介です。誰だと。あんまり南くん夢目じゃないしね。あんまりその後はあんまりでした、ね、そこなんだ基準が大事なあんまりね、あれじゃないから、そんなにすごいその後にメジャーで残ってるって感じの人じゃない。知ってるの？知ってるよね。鈴木さんはもう止まらない。鈴木くんこっちおいで。分かった？いや、分からん。予定の時は予定で分かった。さあ、お手上げ。2人揃ってお手上げ。あっ、はい、タイトル忘れたけど、テンプターズだって。え、残念ながらテンプターズじゃないんです。無理だって、はい、ダメだ、テラス使えないな。そう、お客さんに文句言ってどうするんですか。ひどい。はい、これね、好きさ好きさ好きさというタイトルですね。ザ・カーナビーズというグループなんですよ。あ、名前は知ってるな、はい、顔は浮かばないな、うん、で昭和42年カーナビーズのデビューシングルで、これイギリスのグループでゾンビーズっていうグループがあるんです。あ、知ってるよ、ゾンビーズ、うん、それのね、カバーなんです。あ、そうなの。ゾンビーズがね、I love you っていう曲を歌っていて、でドラムの人が、うん、その、お前のすべてって、うんうん、ドラムの人ね、アイ・タカノさんっていう方らしいんですけど、スキスキとかってやるのが早く、あれだけ覚えてるね、ね、絵だけね。そうですよね、はい、でもなんとなく印象には残ってるかな。当てられない。すいません。この辺はね、一応ほら耳に残ってる曲一応チョイスはしてるんですけど、なんか怒られてるんだよね。当てられないし、テラスは教えてくれないし。なんでこんなに不機嫌になってる。すごい上がってる。なんでテラスのお客様。ねえ。はい、そうですね。でもこうやって結構こうブリティッシュビートっていうか、割とね、そういうこう昔の60年代とかの、そういうイギリスとかの、曲調というかね、そういう感じの、ね、はい、なんですけど、まあそもそもグループサウンド自体がやっぱビートルズの来日、ね、そうだよね、うん、あれでエレキサウンドっていうのがやっぱバーンと広がって、まあ、ちなみにグループサウンズって和製英語なんですよね、うん、あ、そうなの。和製英語だから、うん、多分海外で言ってもわからない。あ、わかんないんだ、はい、では次の曲、次は知ってるか、カロスやってくれないとテンションが下がる。ですよね。ではお願いします。あ、ね、スパイダース。そうです。早い、大丈夫、歌始まったら。あの子がなんとかなんとか、そうだ、誰が歌ってるの、ね、だから、かわいい、そうそう、スパイダース。知ってるの？実際歌ってるのあれですね、かまえさん。バン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 。バンバンバン。バンバンバン。かまえさんもあったことあるの？マジですか？だって町役とか、お父さん役所だったけど、バンドの皆さんの役所とか、ああ、そうなんですね。町役って変わられた。ああ、変わられた、そういう感じ。マジで一回、東京エフェンで連れちゃうの？東京エフェンで、ライブに。写真、プロジェクトにもかまえさんいませんって。あ、そうなんだ。へぇー。かわいそうです。遅刻の上司上司。ね。まあ、そんな感じっすよ。サイダース。はい。バンバンバン。ピンポーン。正解でございます。バンバンバン。三つでいいです。はい。スパイダースのバンバンバン。ね。かまえさん。かまえさん。はい。実はこれ、昭和42年10月リリースのシングル、B 面。で、A 面はいつまでもどこまでもっていうね、曲だったんですけども、B 面の曲でありながらも、釜谷さんの代表曲、ね。
スパイダースの、主演映画の中でも再三歌われてるっていう曲になります。テラス情報でまた川谷さんがジャケットに写ってないらしいですね。テラス情報っていうのがあるんですね、はい、もうテラスからいろんな情報が入っていて調べてこなくても大丈夫いや遅いからな。あ、そうです。だそうです、はい。まあ、ちなみにこのね、スパイダースっていうのは、ブリティッシュビートに強く影響を受けている一方で、酒井さんと井上順さんと釜安さんの3人がこうコミカルなやり取りをしたりとか、うん、まあ、映画とかでもそうでしたよね、うん、だそれでやっぱり人気を博していたって、ただのこう音楽とかだけじゃなくってね、やっぱそういう意味でも人気者だったっていうことですね。他にもね、ちょっと来週お届けしようかなと思ってるけどもね、やっぱバラード調の曲なんかでもすっごいいい曲があって、スパイダースやっぱりいいですね。あ、そうね、うん、そうっていう、うん、こんなの人たちがタイガースとかのなんか綺麗さっぽいのとかも良かったんですけど、僕は個人的にはスパイダースすごい好きですね。さあ、それではですね、次の曲なんですが、次はですね、もうごめんなさい、もう個人的な好みで選んだ曲なので、またか、絶対に無理だと思います。またか、じゃあまた来週切られちゃうんですか、これが駆け出して今日やってるのに終わったどういう立場なのかよくわからないんですが、はい、聞かせていいですか。いいよ、はい、じゃあこの曲を、お聴きくださいませ。どうだ、これ多分B 級、かっこいい、かっこいいっすよ。で、証券？違います。何これ、これはですね、有名じゃない、ダイナマイズっていうグループがあってですね、僕、夜の番組にかけて山口富士夫っていうロック界の大御所、去年亡くなった方がいて、その人がいた番組なんですよ。瀬川博さんっていう方がボーカルやっていて、その人も今でもなんかやってるみたいな、すごい、このやっぱりインパクトがすごいあったんだけど、あんまりセールス的にはこう割りしなかった。これ当時のイングランドのレベルに近いですね。そう本当にブリティッシュ。トンネル天国。惜しい。昔ね、なんか見てるとなんとか天国っていう曲多いんですよね。そうだね。トンネル天国。かっこいいよ。いいでしょ。本当にレベル高いの。なんよかったらこのゲスト版にお持ちします、うん、ダイナマイズだけは持ってます、まあ、曲は他の曲はまた違ったりとかするんですけど、この曲はね、少ない。ダイナマイズ自体はないの、うん、自体はないの、もう山口純さん去年亡くなってるし、もう、で、セガこのボーカルやってる人が何かやってる、まあ、ジュリーさん、準備はどうしますか。あ、行かないです、行かない、はい、キリさん、ジュリーさん、行きますよ。いや、違う、江戸話あるで、あるよ、いいですか。さあ、お手上げですお手上げですよね、はい、わかりやすい、はい、こちらですね、曲名がトンネル天国という曲でですね、ザ・ダイナマイツというグループで、もサウンドすごくかっこいいね、はい、僕もだからこのサウンドがすごい好きで、はい、で今日はもうかけさせてもらったんですけれども、これギター弾いてるのが昨年ね、残念ながら亡くなりましたロック界の大御所の山口富士夫さんが、うん、ギターを弾いています。で、まあ、これもやっぱり B 面の曲だったんですね。あ、そうですね、 B 面の曲だったりとかするんですけども、実はその後に宇崎さんのダウンタウンブギウギバンドがカバーしたりとかしててですね、まあ、曲の存在はかなり知られてるんですけれども、まあ、どっちかというとそんなにセールス的には大きなヒットはなかったので、まあ、B 級というかマイナーなバンドなんですけど、でもかっこいいね、うん、かっこいい、すごい、なかなかこう本当にイギリスのビートっていうかね、うんうんうん、そういう洋楽っぽい感じですよね。でね、こういうのが本当に実はまだまだあったりとかもするんですけど、はい、本当に知ってるよね、ありがとうございます、人が知らないことをねあ、でもあんまり知らないのばっかりで、ね、重ねていくとね、不機嫌になる方がいるでもやっと役に立つ時が来たね、その情報が来た来た、そう、今までね、そう、こうやって誰も聞いてくれないコントあれしてね飲んでて話しててもね、はぁって
大名前です。はぁ、みたいな。日の目を見ました。ありがとうございます。何でもやってきたらよろしいのよ。そうですね。輝く時が来るのさ。そうです ね。もう皆さん頑張りましょう。はい、ということで、あさこさんから私は、昔 GS ってガソリンスタンドのことだと思ってましたって、コメントが入っております。狙ってるかもしれないですね、この人。狙ってるな、この人も。この感じで狙ってます。狙ってるなはい、ということで、来週もですね、グループサウンズ、今度ちょっとフォークっぽい曲をお届けしようと思います。わかりました。よろしくお願いします。はい、わかりました。さあ、それでは、江戸の笑い話を2つばかりいきたいと思います。まずは、どっちも。江戸は広いな、日本と同じくらいかい。払われるぞ。日本は江戸の2倍はある。そして素通り。狼が口をでっかく開けて往来の真ん中で待ち構えている。そこへ飛脚がやってきて狼の口の中に飛び込み、それとも知らずに腹の中をえいやさと走って尻から抜けていった。しまった、ふんどしをしておくんだった。以上です。もうくすって笑いますよね。たまらない。面白いこの小話。なんだっけ、いろはの